さあ続いてのカードは親子でおうち時間簡単おやつレシピということは大本さんのコーナ ー、 はーい。では大本さん調理をお願いします。はい、じゃあ今日はですね、子供さんと一緒に作って楽しいコロコロクッキーを作ろうと思います。コロコロクッキー、はい、テレビ派でおなじみの大本のりこ先生、今日は子供が好きなある動作を取り入れて最後まで飽きずにお手伝いをしてくれちゃうおやつレシピをご紹介。材料を紹介しますね。薄力粉、きび砂糖、アーモンドパウダー、太白ごま油、きな粉に少しきび砂糖が入ったものですね。ごま油が入るんです ね、 ね、クッキーにごま油って意外です。そうなんです。あ、いいところを言っていただきました。今日のクッキーはですね、乳製品と卵を使ってないんですね。アレルギーがあるお子様でも食べていただけるようにということで、今日はごま油を使おうと思います。薄力粉が入ったボウルにきび砂糖、アーモンドパウダーを入れてスプーンで混ぜ合わせていきます。ゴムベラとかではなく普通にカレーなどを食べるスプーンがいいんですね。混ぜるのにごま油です。茶色のごま油があるじゃないですか、はい、あれは香りが、ごまの香りが強いんですけど、こちらの太白ごま油は無味無臭なんです。なのでお菓子作りにとっても便利ですね。じゃあ普段お菓子によく使っていらっしゃるんですか？あ、そうですね、使いますね。太白ごま油を入れ、さらにスプーンでかき混ぜていきます。あ、でもごま油でだいぶまとまりますね。あ、そうなんですよ。ママさんは自宅でお菓子作りされますか？ちっちゃい頃は確かによくやってて、はい、長女が4歳ぐらいまではバースデーケーキも作ってましたね、はい、あ、すごいじゃないですか。でもね、そんな簡単なものですよ、うん、もうホットケーキミックス使ってとか、いちごを4歳の4っていう形に置いたりとかして。あ、はい、生地なんですけど、はい、こういうポロポロした感じで、これでもういいんです、はい、クッキーといえば出来上がった生地を20分から30分冷蔵庫で寝かさないといけないため、その間に子供が飽きてしまう可能性が。しかし卵とバターを使用していないため、寝かさずすぐに焼き始めることができるんです。さらに子供が進んでお手伝いしたくなるポイントが。指先でギュッと丸めていくんですけど、この丸めの作業ってお子さんが大好きですよね。そうなんですよね、好きな作業かなと思うので、ここが一番もしかしたら楽しいポイントかもしれないです。小さい手でコロコロして可愛いですよね。そうそうそう、意外と 丸でいいよって言ってもいろんな形になったりとか、はいはい、男の子とかはなんか自分のは大きくしたい、確かに大きくしちゃうけど。お手伝い の、 そのきっかけっていうか、そのやっぱりこういろんなお手伝いしてくれたら私たちも助かるじゃないですか、ね、助かりますよね、家事もいろいろあるから、うんうん、お菓子作りをきっかけにちょっとこうお手伝いに興味持ってくれたりするといいですよね、うんうん、あと文句言わなかったら親が、うん、結構手伝ってくれますよね。なんか失敗してると思ってもまあいいかって流せると、あ、うん、なんかだんだんしなくなるイメージがあるんですよね。させたりはしてたんですか、小さい頃は。はい、してましたね。一番上の子なんか、小学生の頃は自分で、私より早く起きて朝ごはんも自分で用意して、はい、そうなんですよ、ずっとやってたんですけど、なぜか中学校に入ってからは全くしなくなって、朝も起きなくなりました ね、 ね、もううちの子も、ま、全然お手伝いしませんからね。なんかご飯の時もうちレストランじゃないからっていつも言うんです。何にもか、もう本当にテーブルに座って待ってるんですよ。もうお茶ぐらい出してとか。で、今日はですね、もう一種類お子さんの好きなチョコ味を用意します、はい、材料は全く一緒で、チョコチップを入れるだけです。入れる、チョコチップ入れるだけなら。そうなんですよ、もう生地に一緒に混ぜてもらうだけなので。出来上がったクッキー生地をオーブンに入れること20分。おー、あー、かわいい、コロコロしてますね。最後にですね、ちょっときなこ味にしたいということで、最初に材料で説明したんですけども、きな粉ときび砂糖が、
はい、同量入っています。きなこ餅を作る時の感じですかね、はい、プレーン味のクッキーをきなこの袋に入れしっかりシェイク。これ抹茶で味付けしても美味しそう。親子で楽しく作るコロコロクッキーの完成。はい、どうぞ。できました。かわいい。かわいいですね。いただきます。え、かわいい。うん、おいしい。すごいおいしい。もうさすがですね。きなこがいい感じです。これがあんなに簡単にできるなんて。おいしい、うんうん、サクサクっとして。あ、そうですね、なんかやっぱりホッとする甘さ優しい感じの甘さに、はいはい、これ止まらなくなりそうです。止まらなくなちょっと私も食べぜひ作ってみたいですね、はい、うん、お子さんと一緒にやってもらえたらいいかなと思います。はい、はい、ぜひお家で作ってみてください。おいしいクッキーの次はこちら。我が子の才能発掘、健やか心理テスト。子供の才能って気になりますよね。気になります、うん、何やらせたらいいんだろうってね。そうそう、それが分かっちゃうかもしれない、うん、今回はお子さんに回答を選んでもらう心理テストをご用意しました。テレビの前の君、君だよ、集まれ。あるお遊戯会では動物になりきるがテーマです。あなたはどの動物になりきりたいですか。1ライオン、2犬、3猫、4羊。自分だったら3ですね。私猫がいいかな。あ、自分だったらね。自分だったら、うん、私は犬がいいかな。犬がいい、なりきれそうです。いや、私も実は猫なんですよね。やっぱ猫飼ってるっていうのもあるんですけど。まずですね、1番のライオンを選んだお子さんは、うんうん、リーダー&スポーツマンタイプ。おー、うん、ライオンはルールを守る象徴的な動物、うん、そんなライオンを選んだお子さんは行動に芯が通っていて、それに従わない人を注意したり導く強さを持っています、うん、社長や経営者、うん、教師、警官、スポーツ関連の仕事などが向いています。おー、うん、あ、なんかそういう感じしますね、ライオンね。続いて2番を選んだお子さんは、うん、癒しお世話タイプ。犬は優しくて、うん、他人の面倒を見ることが苦にならないことの象徴的な動物、うん、お子さんはきっと人を喜ばせることが好きなタイプ、うん、一見人見知りしそうですが誰とでもすぐに仲良くなれるので、うん、保育士さんや看護師さん、お笑い芸人などに適性がありますと。あ、なんかすごく、でもそういう感じがします。こうね、みんなを癒して、うん、そうですよ、お料理とかで ね続いては猫を選んだお子さんは、はい、アーティスト&エンタメタイプだそうです。猫はルールや型にはめられない象徴的な動物、お子さんはのんびり屋さんで発想が豊か、頭の中では常に面白いことを探しているタイプでしょう。好きなことに打ち込んでいる時が一番生き生きするので、芸能やアート関係、ゲームクリエイターなどに適性があります。あ、じゃあね、じゃあよかった、うん、ですね。芸能アートってもうまさに太田さんのことみたい、さあそして4番の羊。羊は物事に正確性を表す象徴的な動物、言われたことをきちんとこなし、細かい作業や同じことの繰り返しでも飽きずに取り組めるお子さんは、金融関係など縁の下の力持ち的な仕事に適性があります。あ、なるほどですね。でも本当にどれを選んでもなんかそれぞれの個性で素敵な個性になりますよね。はい、続いてのカードは知られざる子育ての医学パート2。おー、また医学だ。そうですね、今度は何なんでしょうか。10月1日から予防接種のルールが変わった。この時期はインフルエンザも気になりますよね。広島県医師会の松村先生に話を聞いてきました。従来はですね、生ワクチンとそれから不活化ワクチンとワクチンは2種類あるんですが、生ワクチンは生というだけあって病原性を弱くして弱毒化してありますので、免疫を徐々につけていくということで、不活化ワクチンはそのままで病原性を全くなくしたものだということですね。生ワクチンだと
麻疹や風疹、おたふく風邪に効果があるワクチン。不活化ワクチンだと季節性インフルエンザに効果があるワクチン。それぞれですね、生ワクチンと生ワクチンの間は4週間以上から、不活化ワクチンと他のワクチンは1週間以上間隔を空けなさいということになっていましたが、今まではですね、スケジュール管理が大変だったわけです。これまでは予防接種後に間隔を空けなければなりませんでしたが、10月から一部例外を除いて間隔を空けずに別のワクチンを接種することができるんです。今回コロナ禍もありまして、接種率が非常に落ちてきたこと、さらにはインフルエンザとの同時流行も懸念されていますので、接種率を高めようという考えからなされたものです。ただし生ワクチンの注射を受けた後、同じく生ワクチンの注射を連続して受けることはできません。さらに同じ病気に効く不活化ワクチンの連続接種はできません。例えばインフルエンザの予防接種を受け、翌日同じワクチンを投与することはできないんです。かかりつけ医とともにスケジュールをですね、立てて、それを守って接種していくというのが、お子さんにとっても親御さんにとってもいいことです。ということでした。スケジュールがだから立てやすくなったってことですね。そういうことですね。なんか3人も子供がいると1個打ってなかったかもみたいな感じがして、ちょうど予防接種の予定をしてた日に熱が出たりとかして、ありますね。そうなんですよ。そしたらまた先々になって、予防接種決められたのを全部打つっていうのが、なかなかお母さんにとって大変な仕事だなっていうのを確かに思いましたよね。では続いては広島県の助産師さんから届いた子育ての医学です。産後胸が張らなくなっても母乳が出なくなる心配はない。なんかどうだったかなって昔に息子を思い出してたんですけど、広島県では今年、産前産後の子育てに悩むお母さんたちの相談に乗るべく、オンライン上での相談サービスを始めました。志村先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、母親にとって授乳はかなり神経質になりやすい問題だと思うんですが、産後 2,3 ヶ月経って胸が張らなくなっても、本当に母乳が出なくなったと心配する必要はないんでしょうか。出産後10日ほど経つと、母乳を作ってコントロールする仕組みが変わってきます。赤ちゃんが飲んだ量に合わせて次の母乳が作られ調整される、需要と供給のバランス型になってきます。おっぱいがパンパンに張っていないと、お母さんは母乳が作られていないかなとか、出てるのかなとか不安になりがちですが、ちゃんと出てきますので、自信を持って授乳を続けていただければと思います。まあ、助産師さんに今お話を伺いましたけども、はい、こういうふうにオンラインで相談できるってすごくいいですよね。今年は特にコロナ禍の影響で、里帰り出産をがっつなかった方ですとか、気軽に外出ができなくてストレスを溜め込んでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。どうぞお近くの助産師にご相談いただければと思います。はい、志村先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後のカードは、みんなの街の掲示板が便利すぎるって本当？夏祭りあるよみたいなやつですか？そうですね、よく町内歩いてたらね、はいはい、掲示板が出されていますが、今はネット社会ですから、はい、掲示板もネットで見られるようになっているんだそうです。便利ですね。実際にどういうふうに見るかと言いますと、こちら、はい、ウェブサイトを開きますと、はい、現在地情報から周辺のイベント情報が日付順で表示されていくんです。JA グループ広島は子育てイベントの情報や県内産の野菜や果物が集まるファーマーズマーケットの情報が載っているんで、新鮮な野菜をその日に購入して自宅での料理も楽しくなるんです。またですね、広島駅周辺の府中町では親子で参加可能なイベントや子育てに関する施設情報が見られます。こんな風に掲示板もネットで見られる。もうメモとかしなくていいからいいですねあれなんだっけと思ったら、こう携帯で見直したら分かりますもんね。そうですね。今年はコロナ禍でイベント開催も難しい状況ですが、昨年はこんなに掲載、
状況が落ち着けばまた多くの情報が集まりそうですよね。今日ここまでこの子育ての情報を見てきてどうでしたか尾形さん。いやもうね、もっと早く知りたかったです、うん、そしたら多分もううちの子今すごいことになってた。大本さんはどうですか。そうですね、まあ、頑張りすぎないっていうのが結構大事なのかなと思うんですよね。最初は本当に小さなことでもすごく悩んだりとか多いんですけど、オンラインで相談できるとか、人にも伝えやすいのでいろいろ紹介したいなと思います。私も同感ですね。私子育てのモットーが捨てて得るなんですけど、はい、何かを得るためには何かを捨てる覚悟が必要ってことなんですよ、で例えばその子供を早く寝かせようって思ったら、もう子供をせかして自分もイライラするじゃないですか。でも、まあ、ちょっとぐらいいいかと思ったら笑顔で接することができますよね。だからその分こう穏やかに穏やかなお母さんでいられる、そっちを得てるじゃないって思うわけですよ。少しは参考になりましたでしょうか。番組の最後には今子どもたちに大人気のケロポンズがダンスを踊ってくれます。テレビの前の子どもたちも一緒に踊ってみてね。広島のみんなこんにちは、ケロポンズです。今日は広島のお友達がケロポンズの曲を踊ってくれると聞いてとっても嬉しいです。はい、テレビの放送とこの後でインターネットでも曲が流れるのでぜひ一緒に踊ってみてね。この後お届けするのはエビカニクスです。この歌はね、たった4種類しか振り付けがないので、とっても簡単です。家族みんな、おじいちゃんおばあちゃんみんな一緒に踊ってみて。それではケロポンズでエビカニクスです。